こんにちは、マースケチャンネルです。昨日買いました、100均のメスティンなんですけれども、今日はですね、急に思いついたので、シーズニングも兼ねまして、このメスティンの中に、油を入れまして、唐揚げを作ってみたいと思います。でね、昨日燃料を買い忘れたので、今100均でね、この燃料を買ってきましたので、今火をねつけてみたいと思います。よっ、これでついてるんですよね。はい、火がつきました。一つでね、24分ぐらい持つそうですね。で、このサラダ油を入れます。はい、そしたら乗せます。この S ビットのね、ポケットストーブもね、あまり使ったことないんですけれども、やっと使えるって感じです。で、ね、少し油が煮えるまでちょっと待ちます。多分ずっと流すことできなければ、一度切りまして、ワンツーという感じで、動画をね、撮るかもしれません。ちょっとこれ移動しますね。結構このね、固形燃料ね、火力が強いですね。軽燃料1個で、ご飯炊けたりとかするのか、するんですかね。この固形燃料使ったことないのでわからないんですけど、まあ1個でね、足りなかったら、まあ2個あれば足りるでしょうというふうに、ね、勝手に思ってるんですけれども、で、油の、唐揚げの油の温度ですが、まあ、ね、この端を入れて、まあ、端からこう気泡がね出るぐらいということで、今もう気泡が出始めたので、もう早速ね、アルミですからね、早いですよね。で、早速じゃあ唐揚げを投入してみたいと思います。じゃないかな。結構ね、強引に入れちゃいました。これは唐揚げはね、卵を入れるような唐揚げではなく、まあ、いわゆる竜田揚げですね、片栗粉だけの方が好きなんですけども、今回は片栗粉と、小麦粉とこう足してね、ちょっとカリッと仕上げるような感じに、やってみました。
今ねちょっと動かしちゃいましたけど、この唐揚げのね揚げるコツっていうのは、もういいだろうと思うよりも、もうちょい先の方まであまりねひっくり返さない方が、衣がね安定していいんですよね。これちょっとせっかちなので、こうひっくり返したくなっちゃうんですよね。で次今日車でねその燃料を買いに100均に行ってる時に思い出したのは、まあ、昨日ね動画で調べて、このね見えますかこの、蒸し器になる網を買ったので、これで燻製をちょっとまずねやってみ次はやってみたいと思います。前にね桜チップをね大量に買ったので大量に余ってるんですよ。だからね何か使い道ないかなっていうふうに考えたんですけど、やっと使うことができるようになりました。衣が剥がれちゃうのもうちょっと待ちましょうか。どうでしょうかね、フライパンだとね結構真っ黒、すぐに真っ黒になるくらいまで上がるんですけれども、このメスティンだとね、すぐには真っ黒にならないようです。まあフライパンの感覚でやっちゃうとちょっと違うんでしょうね。でもいい感じにグツグツ言うのはちょっとお気に入りですね。やっぱりコツはね、豆にひっくり返さないことが、まあ、いいのかなと。で蒸し器や燻製器は持ってないので、まあ前のね動画でお話ししましたけれども、前は、火起こし器っていうのはそこにね網があるので、それを使ってね、燻製器の代わりにして作ったことなんですけども、これはもうちゃんとすぐ蓋もあるし、先ほどの蒸し器にもなる専用の網もありますし、で高さもあるので、すぐなんか燻製ができそうな気がします。例えばナッツ類ですとかね、まあ、深さがあればそれこそ、ゆで卵ですとか、ソーセージですとか、まあ、それこそかまぼこですとか、このね小さい1号サイズに合った、燻製ができそうな予感がします。固形燃料1個で足りそうですね、23分ぐらいということで、だいたい唐揚げですとね6、7分ぐらいとかってね通常は、まあ、時間を計ってやるんですけれども、ちょっと小さい分時間が、
この辺ね、この辺さっきいじくったからね、衣が剥がれちゃいました。ということで慌てずもうちょっとね、そのままにしておきたいと思います。この下のね、このアルミのトレイもね、前にこういったことをやろうと思ってね、早めに買っておいたんですけども、ちょっと大きすぎたので、これの半分ぐらいのね、大きさのやつ、またね、100均行って探してこようかなっていうふうに思ってます。でね、今日はニンニク切らしちゃいましたので、生姜のチューブだけで作ってありますからね、味ちょっと足りないかもしれませんけれども、メスティのシーズニングと、試しの、簡単な、ね、料理ということで、あまり味はね、置いときまして、できるかなっていうところにね、重点を置いてやってみます。よく見ると衣がね、ちょっと柔らかいままなので、もしかしたらもうちょっとね、時間が必要なのかもしれません。
今日ね、固形燃料買いに行ってね、100均の方に固形燃料を買いに行った時にちょっと眺めて、まあ、たのは、昨日ねこの1号のサイズで、まあ、ちょうどいいという話しましたけれども、これが500円で、1段階大きいのが、まあ、800円でしたが、まあ、ラージメスティンがあると、まあ、他のことにも使えるんじゃないかっていう思いがね、昨日キャンプ動画を見てて思いついたので、もしかしたらそのちょっと大きい800円のやつとか、もしくは昨日動画でお話ししました、IKEA に置いてあるそのメスティンですとか、もしくはホームセンターにある、メスティンですとか、まあ、いろんな種類のね、メスティンを買うかもしれません。まあ、それはね、キャンプアウトドアやってる人はね、結構皆さんねやるようですけれども、俺もご多分に漏れず、なんかこうやってね料理を作ったりしてるうちに、まあ、欲しくなってきました。軸の方ちょっと衣がね剥がれちゃいましたけども、ちょっと動かしてみたので、その後はなんかうまくいきそうです。これとかね、くっつかないように、ちょうど1個でねいいかなって感じですかね、今のこの上がり具合を見てると。これも勉強ですね。
今回ねメスティンやってみて分かったのは、メスティンはフライパンと違って衣がね剥がれやすいので、あんまりねひっくり返したりしないで、ちょっと1個固形燃料の1個が消えるぐらいまであまりねいじらないで待ちましょうっていうのが今回やってみた感想ですね。こっちにちょっと隠してありますけれども、1個ねほぼ衣が剥がれてしまったのがありますので、それは恥ずかしいので見せないように、しております。まあ、そろそろ火が消えそうなんですけれども、唐揚げもどうやら、できそうです。大きいねフライパンみたいにはねうまくはまあいかないんでしょうけど、まあまあなんでしょうね。はい、じゃあもう大丈夫かな。ちょっと溶かしました。取り出してみます。はい、できました。もう、はい、唐揚げですね。ちょっと小さめに作ったんですけど、切ったんですけども、はい、で食べてみます。あ、はい、唐揚げできていました。熱い。はい、というわけで今日は、昨日買ったばかりのメスティンをシーズニングついでに使いまして、唐揚げを揚げてみました。この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケアウトドアチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。